9月2日から3日第24回東京ビジネスサミットが東京ビッグサイトで開催されました。東京ビジネスサミットは中小企業のビジネスサポートを目的に地方の優れた食品や新技術、新商品を表彰する隠れた一品コンテスト、東京ビジネスサミット大賞などの制度を設け、商品、技術の開発、奨励を行っています。今回隠れた一品コンテストで表彰されたのは、大賞が有限会社河津食品甘酸っぱい柚子胡椒柚子リッチ、準賞が株式会社大地漢方和牛、西伊豆塩勝研究会西伊豆特産塩勝の3品で、選考委員長から表彰状が手渡されました。とにかく嬉しいですね。はい、こういった受賞というのは今まで、もらったことはなかったんですよね。で、形としてこうやってもらうということはものすごくやっぱ嬉しいもんですね。はい、甘酸っぱい柚子胡椒の柚子リッチっていう名前なんですけども、うちは柚子胡椒メーカーなんですよ。柚子胡椒メーカーなんですけども、もっと手軽に簡単に柚子胡椒を皆さんに使っていただきたいという気持ちで、ソースタイプの柚子胡椒で、そして甘酸っぱい味で仕上げております。はい、東京ビジネスサミットは株式会社ベンチャーリンクが毎年この時期に開催しているもので、中小企業向けビジネスマッチング支援事業、人間育成教育事業、新事業研修会、セミナーなどを行うコンサルタント企業です。野田真紀子社長にお話をお聞きしました。この東京ビジネスサミットは、そういう趣旨で中小企業さんを応援するんだという趣旨で、創業来今年で4回目でございますので、毎年毎年こうやり続けて、皆さんのこう販路の拡大、売上の拡大のお手伝いをするというですね、そういう趣旨でやっております。会場には全国から食品はじめ工芸、衛生、機械関係などのアイディアあふれる商品が出展され、参加者からはなるほどという声が聞かれました。庵野大須賀、佐藤淳社長にお聞きしました。こちらに今回ご用意いたしましたのがエゴアン団子というふうに名付けたんですけれども、中の団子はですね、会津産のコシヒカリを使ったうるち米の団子なんですね。で、こちらのエゴマをですね、お味噌にいたしまして白あんに練り込みました。で、中のコシヒカリのお団子と食感を楽しんでいただく、そして体にも非常にいい成分がいっぱい入ってございます。特にエゴマのアルファリノレン酸はですね、抗酸化作用が非常に強い食品ということで、アンチエイジング、年を取りにくいというふうに言われております。はい、ソームパンですが、こちらに書いてございますように原料にこだわりまして完全無添加で安全安心ということで、体のいいパンを作らせていただいております。今日はですね、ユーグレナーという微生物はご存知でしょうか。5億年前から生きておりまして、それでその微生物をパウダーにしたものなんですが、それをパンに入れさせていただきますとね、本当に栄養的にバランスが取れた毎日の食生活が健康を作っていくという考え方の中で、パンの革命になるのではないかと思っております。はい、